はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。よいしょはい、というわけでさ、今回も、こちら、PSO2NGS やっていきたいと思いますけども。やりましょうよ。はい、さあ、なんかちょっとね、今日は、まず、小池くんがちょっと一個発見したということで、何ですか？ちょっとそれを遊んでいこうと思うんですけども。何ですか？はい、何？皆さん、僕、偶然の発見なんですけど、はいはいはい。F11 ちょっと一回押してもらっていいですか？ F11? はい、押してください。どうぞ。あら、 CBT 記念 AC スプラッチ。多分ですけど、これガチャです。なるほど。これガチャ。ガチャできんの？ガチャ引けんの？これクローズドベータ ね。はい、そう。あ、本当だ。ニコラさん、この A ってのと S っていうのあるじゃないですか。うん。 S って方なんですかね。こっちの方がちょっと、あの A っていうのがもう課金でしか手に入らない、このアークスキャッシュかな、確か。うん、で S っていうのは割とゲーム内でも手に入るんだけど、普通のアークスキャッシュよりあのちょっと高い。こっちを課金で課金するのはこっちの方が高いけど、ゲーム内でもちょこちょこ手に入るみたいな。なるほど、ね、なるほど、なるほど。で今回は AC スクラッチしかない。本家には SG スクラッチっていうのもある。景品に服、あの試着できますよ。試着できる。うわ、景品リスト。あ、いいな。うーわ、めっちゃいいのある。これあの枠でかくできるからね、あのキャラクター。本当だ。あ、本当だ。めっちゃいいじゃん。いいな。うわ、ちょっと変な帽子とかあるわ。最高なのあるじゃん。ちょっとこれにしたいな。変な帽子とかある。これしたいな。わあ、これ行こう。帽子これ行こうよ。これ行きましょう。帽子いいんだ。あ、でこれ一個ね あるんだけど、その PSO2 は性別の概念あったけど、これなくなってるから、はい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 、女の子の顔で男の服とか着ると股間もっこりとかしたりする。すごい。あとその編集もなくなってるから。本当だ。股間もっこりするからじゃないの。巨乳になれる。おのおの引いて着替えます。ちょっとじゃあまず、あ、ちょっと引きたいね、はい、じゃあ着替えて集合します。着替えはここ、もういきなり着替えれるんですか？あ、もうここで着替えれる。引いたら着替えれる。着替えるのは、エスケープをして装備とかのとこでマイファッション編集っていうのがある。なるほど、引きますか。じゃあちょっと引きましょう。じゃあもうおのおの引いていきましょうか。はい、行きます。なんか演出があんのかな、これ。どん、あ、金色だよ。もう俺青ですわ。俺もう青。レア度あるわ。マジ？俺も金だ。レア度ある、レア度ある。金じゃない。あ、赤。めっちゃ同じの被るの。しかもめっちゃもらえんじゃん。なんか良さそうなの引いたわ。あ、服超もらえる。俺もいいの。なんか良さそうなの。あー、良さそうなの引いたわ、多分。一押しっていうの引いたわ。あ、なるほど。一押しはだってもう 1% とか 3% とかのやつですよ。あれも結構引けたな、もう。マジ？金すごいな。金すごい。一押し、一押し本当だ。0.3% とかじゃ。そうっすよ。すげえ。どんどんちょっと引ける分引いちゃいますか、もう。そうですね。で、おのおのちょっと着替えて、見せ合いますか。はい。そうだね。見せ合いますか。引いちゃう、引いちゃおう。うーわ、ちょっと待って。うーわ、この子。はい、見られてる。うーわ、ちょっと待って。あー、いや、赤が1個だな。俺、ここで、やっぱ俺。全然いいの引けないな。ちょっと俺、離れて引こう。ちょっと待って、俺も離れて引きたい。俺も後で。着替えて集合しよう。後で戻ってこよう。後で戻ってこよう。やば、俺。虹色、あ、金。持って、あ、すごい。俺ちょっとこれ使ってよ。これ撮ってるからね。これすごいよ、俺。ああ、全然ダメな時もあるんだね、やっぱ。まあ、やっぱガチャだからね、そこは。これちょっと、聞いたの。いい服着たいな。頼むよ。虹色。あっ、あ、虹色金。また虹色金。やった、一押し二つ来た。やばいわ、俺のガチャ運が。これいいな。おい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 、壊れてるわ。待って、いきます。あ、いいね。馬娘でこのガチャ運くれよ。そんなにいいの。いや、やばいっすよ、俺。あー、外れた。いやー、ダメだ。まあ、外れたと思っても意外といいのもらってんだな。赤さん来たの。 CBT 記念スクラッチ券、ね、ボーナス。
エモートより服が欲しいわ。そうですね。いいよ。エモートもマイファッションから変えれるんですか？青い。そうだね。いや、エモートは変えるとかない。別に、いつでも使えるみたいな。なるほど。同じポーズ3つ出たんだけど。俺も。うわ、それへこむな。あ、まあ、さすがにね、青ですよ。やばみんななんか考えてんな。え、これ手に入った服も全部ここに入ってるんですかね、ニコラさん。入ってる。使用してるなら、はい、あのもらえてると思う。使用しないとダメなんですね。うん、どうなるかな。コスチューム。なんでこれつけれねえんだろう。細すぎてじゃない？細すぎて。細すぎてか。細すぎてダメなんじゃない？あるね。ああ、これじゃねえな。ベースウェア。あれ、めっちゃ笑ってるやん。出来上がった。一応昇格演出みたいなのもあるんですね。どうしよう、迷うな。でもめちゃくちゃ迷う。めっちゃ迷うね。うん、どういうのにしてあげればいいのか。やっぱ可愛くしてあげたいからな。いや、ほんとそれ。ニコラスさんごめんなさい、エステの場所だけ教えてもらっていいですか？あ、いいよ。すみません。エステ。いや、お前壁の端っこにいるやんけ。そんなとこにあるわけねえ。なんかど真ん中に壁向いてボタン。違う。そんな言わないでよ。ありがとうございます。で、ここでいろいろ変えられるわけですね。はい、いらっしゃい。すでに入店する。はい。入ってる。何これ、え、すごいな、このゲーム。これでいいな。めちゃくちゃいいわ、これで。じゃあ、俺は。あそこで待ってるわ、さっきの。はーい。はい。ちょっとごめんなさいね、ニコラさん。俺たちは、ちょっと初心者なんで。いい、楽しんじゃってますよ。ESO2 はね、そこがメインコンテンツだから。なるほど。キャラクリだから。おっぱいの大きさとかも変えれるの、すごいな。あれ、ロボットの体、お前、どこやったこいつ、人になれたか、ガチャで。なれるんだよ。あの性別と、あとその種族の概念もなくなったから、人にロボットのパーツつけたりもできるようになった。へぇ、すげぇ。これインナーだけにとかできないですか？あ、スマートインナーだけは無理なんだ。インナーだけはパーツ。あー、なるほどね。まあまあ、まあまあ変なことしちゃうもんな。これでこうして変な改造しちゃうからね。うん、変な改造しちゃうからね。ちょっとこれむずいな。また来てね。とパーツの方かな。してきた。マジですごいな。ベルクマンすごいわ。はい、ベルクマンとか、じゃあ集合で。俺全然なんかないな。俺使ったと思ったけどな。あれ。あれ、兄さんめっちゃ変わってんな。はい、変わりましたよ。あ、いいじゃん。可愛くなってる。可愛くなってる。膝はね、センサーあるんで。絶対可愛くなってる。あ、兄さんね、センサーある。俺も結構自信あるけど。ちょっと遅えな、みんな、お待たせ。さあ、遅えわ。みんな、お待たせ。お待たせ。なに機械にされてるじゃん、体。この辺で工事が必要な場所があると。聞いたんですが、工事ロボットにされてる。捕まって工事ロボットにされてる。みんなお待たせ。あれ、実物お待たせ。あれ、お待たせ。やば、何それ、報酬。いや、なんかロボットのか、なんか人間の体が売り出されててさ、それ買ったんだ俺。いや、あ、なんでペット2人買ってんの。これ帽子をね、なんか位置ずらしたらなんかここらへんになったから。帽子2個くれてる。帽子2個浮かしてるやつ初めて見たわ。
足太ぶっちぶにぶにじゃん。気持ち悪い。小池早くちょっと待ってくださいよ。ミストンの今日可愛いの。全然できない。いや可愛いな。ロボコップロボコップじゃん。全身ちょっと改造されてきちゃった。なんか頭に何それ、工事用ロボット、警察のパトロールです。工事用ロボットになっちゃった。いやこれでもこれほぼてか無料っすもんね、このガチャ分は無料。まあ CBT だからお試しでやっぱバグってないかどうか。いやすごいなあ。とこれまあガチャなんだけど、基本的にその PSO2 の方もそうだけど、あの、はい、誰かがその課金で回したガチャを売ることができるから、ゲーム内のお金。あったねそれ。そのプレイしてればするほどゲーム内のお金貯まっていくから、それのために金策だから、課金せずに揃えたいならゲーム内で頑張れば全然手に入るみたいな。なるほどね。感じだね。あれ普通のプレイヤーだ。めちゃくちゃなんかシビアな下着とかあったよ。ちょっとごめんなさい。いやだいぶエッチだよこのゲームは。いや俺最初エッチで行こうかと思ったけど、やっぱこっちの方が君もちょっと増やしたから。このゲームは、ね、でもねこれで巨乳で来ようと思ったんだけど、ちょっと巨乳はあると笑えねえなと思ってやめた。どこいます、皆さん行きます行きます。ベルクのところ。これは巨乳にしてきて。本当だ。それはいいじゃん、その可愛いから。そう俺あの頭だけ外れて飛ぶことできるから。すいません遅れました。すいません。あれあれあれ変な、あれあれババア、あれちょっとキチーババアになってるんだけど、コズプレババア。あれ一瞬ね、あれ皆さんガチャで出てない、これ一瞬可愛いんだけどな。あれ顔があれ下田鍵キーフルセットも出てないですか。違うよ、下田鍵キーツインテールしてないのよ。あれ下田鍵キーセット俺出たけどな、激励だったのかなあれ。あれみんな絶対戦闘力上がったな。戦闘力上がってねえだろこれ絶対。え、いや俺と言わして見ろよ。俺と言わして見ろよ。俺なんか連れてますか。連れてきますかね。ちょっとこれ誰二人これ。まずこの上に置いてる二つ倒さないと俺に攻撃飛んないですから。ありゃ、お前飯食ったなぁ、お前なぁ。体太くなったらよかったな。やっぱね飯食ってね、やっぱ骨太くなりました。まあそうだよな。の俺工事用ロボットにされちゃった。頭しっかりフランキーね、2年後のフランキー。そんな時耳も増やしてもらった。パトライトもついてますね、あれ。なんかこんなんね。ブランプつけてきた。でもエモートどうすんの、エモート。俺エモートもなんか拾ったんだよね。エモートは、あの、一応エスケープをして、チャットのところのロビーアクションで、多分新しいのが1ポーズと2ポーズってやつかな。チャットのところの、エンターをしてロビーアクションかな。リアクションか、下にマウスコロコロ押し込みで、飛びアクション実行って出るから、そこから選ぶと。へぇ、すべて表示 ?2 個しかない。1と2しかないんじゃないですか。1と2は俺出たんだよね。そう、1と2は新しいやつだ。どうやってそれをセットするのかわかんない。あ、セットするのはエスケープのシステムからちょっとやんなきゃいけない。これだ、オプション操作設定。いや、システムを押して操作設定のキーボードで割り当てのロビアクっていうのがあるから、そこに全部あの割り当てていく。ああ、なるほどなるほどなるほど。やっぱね、ニコラさん前も言ってたけど、指が動くようになったから。そうなんだ。1の動きだったと。そう、わかりやすい指ポーズ。激細ロボットじゃないじゃん、もう。まあね、まあ2年後でしょ、2年後だったからね。テカテカしてるんだな、しかもこいつ肌。あ、ベルクマンチラッチって。あ、これだ。あ、でも2のポーズニコラさん持ってたの。あ、俺もうガチャしてたから。ガチャしてたんかい。してたのかよ。何に黙ってガチャしてたの。嘘で言ってよ。作業終了。はい。まあでも見た目も変わったことですから、ちょっと今日も。新たなクエストやっていきましょう。はい、うん、行きましょう。こっからだね。こっからだ。はい。